ジンゲイ、潜水艦が3月に就役する中、タイゲイ型潜水艦の全容が徐々に分かってきました。今回は、艦長でさえ、お手上げのタイゲイ型を詳しく見ていきますね。お手上げとは、あまりの高性能でってことです。気になる動きも、台湾初の自国建造潜水艦ハイクンがタイゲイ型潜水艦を超えてるって話もあるんですが、中国海軍が一番危機感を感じているようですね。台湾海峡で中国海軍の潜水艦が密かに沈んでいるかもしれませんね。2024年も早いもので3月を迎え、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化の様相を呈して3年目に突入。大陸の地続きである両国は地上戦闘において残念ながらロシア側が優勢に戦いを進めている感は拭えない。特にロシア・ウクライナ戦争では陸上戦力による対照戦においてウクライナ側の弾薬不足の深刻さが顕著で、部分的な損害はロシア側も決して少なくはないとは言うものの、防御戦でも苦戦を強いられている。こうした状況下、日本の現状に目を移せば、幸いなことに、周囲を海に囲まれている地理的な環境もあって、今のロシア・ウクライナ戦争に容な陸上戦闘はすぐに正規する恐れはないが、非対称戦の重要度は増しているように感じられる。日本の現在の安全保障上の大きな脅威といえば、すでに世界第2位の GDP を持ち、軍事力の拡張に邁進する中国をはじめ、各種のミサイル開発と実験を繰り返す北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシアがあり、それらの国々と海を挟んで対峙している。この日本が、仮想敵国と海を挟んで対峙するという構造自体は、太平洋戦争後も連綿と続いてきた状況ではあるが、経済力を背景に、軍事力の強化を推し進める中国によって、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛の必要性の比重が増している。これを念頭において、日本は2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円まで増額する方針を打ち出しているが、これは対 GDP 比で最終的に 2% の防衛予算を確保することに計算上はなる見込みだ。ただし、世界的な新型コロナウイルスの蔓延の名残や、未だ激戦の続くロシア・ウクライナ戦争、イスラエルのガザ地区でのハマス等のイスラム武装勢力との戦闘などで、海外からの物資の高騰は続いている。このため、せっかく増額基調に鍵を切った日本の防衛予算が、円安や各種の原材料費の上昇に伴って実質目減りする傾向が懸念されており、さらなる防衛予算の増額が必要となるのではないかとの見立ても噴出している。そんな中にあっても、日本の防衛の要と言うべき既存戦力は、やはり、海上自衛隊の潜水艦隊であると見る向きは多く、2022年3月に、最新型潜水艦の一番艦であるタイゲイを就役させ、同型の配備数増加は削れない部分だろう。タイゲイ型は、すでに、昨年2023年3月に、2番艦であるはグゲイも就役を果たしており、この今年3月には3番艦であるジンゲイも就役する予定で、今、まさに最終の準備が行われている段階だと言って過言ではない。そして、タイゲイ型は4番艦のライゲイも昨年2023年10月に進水と命名を終えており、こちらも予定通りに計画が推移すれば、2025年3月には潜水艦隊の戦列に加わり、日本の海の防衛の大きな一助となることが期待されている。ちなみに、タイゲイ型の建造費を見てみると、1番艦のタイゲイがおよそ800億円、2番艦ハケゲイがおよそ720億円、3番艦のジンゲイ及び4番艦のライゲイがおよそ700億円と、量産の効果で若干の低減が見込まれている。しかし、前述したように、世界的な物価高騰の煽りを受けて、これらの建造費が計画を超過する事態も考えられ、今から費用の低減を図ることは容易ではないため、そうした費用の捻出のための財源確保は大きな課題になる可能性がある。さて、今年2024年の3月終了時点で、タイゲイ型も3番艦のジンゲイが計画通りに就役すると仮定すると、海上自衛隊の潜水艦隊は
最新鋭の太平型3隻、前級の総竜型12隻、前々級の親潮型7隻という構成となる。これに加えて、最も古い前々級の親潮型2隻が練習潜水艦として残されることが想定されているので、万が一の日本の有事の際には、少なくとも24隻の潜水艦を戦力として稼働させることが可能な体制ではないだろうか。ただし現在の海上自衛隊が維持している潜水艦22隻の実戦配備体制とはいえ、艦艇は、すべからく実戦配備、メンテナンス、訓練の3工程を繰り返す必要があるため、計算上は、最大でも、同時に実戦配備が可能な数は7から8隻とめされる。この稼働数で、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、北から宗谷、津軽海峡、西は対馬海峡、南は、宮古、大隅海峡の5カ所のチョークポイントでの待ち伏せ体制を堅持していると考えられ、日本海や太平洋方面への仮想敵国の潜水艦を含む艦艇の出入りを監視している。これら5カ所の海峡を、有事の発生の際には、潜水艦隊を用いて封鎖することで、日本の本土に、仮想敵国の艦艇が接近することを防止するというのが最大の目標であるといえ、現状の22隻体制は、これを実施可能な必要最低数だとめされる。かつては、海上自衛隊の潜水艦隊の数は、16隻体制であったことを考慮すれば、幾分かは戦力増強が叶ったと言える状態にも見えるが、中国海軍の艦艇数の増加ペースは著しく、これでも十分かといえば正直厳しいかもしれない。しかし、実際には、第二次世界大戦後に、互いに、ある程度の規模を持つ海軍同士が、実際の海戦にまで及んだ例はほとんどなく、今の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制が理にかなったものであるのか否かを断定することは困難でもある。さて現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭のイゲイ型であるが、基準排水量は3000トン、水中排水量は推定で4300トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートル、深さは 10.4 メートルの艦体を持ち、通常動力型の潜水艦としては、世界でも有数の規模を誇る。太平洋型は、この船体に、3番艦の人鯨までが、川崎重工業社製の 12V25-25SBDゼル 機関を2機、4番艦の新鯨以降が同 12V25-31DZ 機関 ×2 機と、リチウムイオン電池と発電機を備える、ディーゼルエレクトリック方式を採用している。これらの機関部によって、太平洋型は、最大で水上を13ノット、水中を20ノットで航行可能とめされており、軍事機密のため、詳細なデータは未公表だが、航続距離は、推定で最大 8000km、連続航行時間も最大で4週間とも言われている。こうした太平洋型の性能は、推定値とはいえ、通常動力型の潜水艦としては世界最高水準であることは間違いなく、前々級の親潮型や総竜型と比べても、大幅に能力を向上させていると言ってよいだろう。こうした点を捉えて、太平洋型であれば従来の前述した5つの海峡周辺における待ち伏せ戦術に止まらず、他国の攻撃型の原子力潜水艦が、実施可能な移動を行いながらの迎撃戦術が可能となったと指摘する声も一部で聞かれる。しかし、個人的には、いかに、太平洋型が、リチウムイオン蓄電池の性能の大幅な向上を果たしたとはいえ、他国の攻撃型の原子力潜水艦が、軒並み30ノット前後の水中速力を、発揮可能な能力を備えていることに、比すれば同列には論じられないと感じる。そもそもが、海上自衛隊の護衛艦でも、多くの水上戦闘艦が、最大速力で30ノットを超える速力を発揮可能なことを踏まえれば、太平洋型とはいえ、とそれらを追尾する速力には程遠く、主体的な作戦は困難に思えるからだ。それでも、太平洋型は、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても最高水準に到達していることは間違いなく、ことに、親潮型総竜型に比して、連続潜航時間が大幅に伸びたことは、
待ち伏せ戦術においても有効性をさらに高めたと考えられる。最新鋭で、かつ日本の海上自衛隊の最高の軍事機密に属するゆえに、対外型の詳細なスペックは伏せられているが、稀にある乗組員へのインタビュー等を参照すると、艦内のあらゆる運用が機械化、デジタル化されていることは間違いない。ことに、前々級の親潮型と比べれば、これまで人力や目視で行っていた運航作業の王の分野で機械化が進んでおり、乗組員の艦艇運用に必要な体力的な負担は大幅に削減されていることが推察される。2023年12月、現在の日本政府を預かる岸田政権は、2024年度の防衛予算案を、これまででの最高額となる7兆9496億円とすることを閣議決定。同年夏の時点で想定された概算要求額よりも、さらに積み増した形となった。現在の日本の防衛予算案は、さらに、今から、前々年の2022年末に、一部の名称変更とともに刷新された、いわゆる安保関連3文書、その中でも、防衛力整備計画に基づいて増加が図られており、厳しい日本の安全保障環境を反映したものと言えよう。現在の岸田政権は、発足時より、その施策として、骨太の政策を掲げ、2023年度から2027年度までの直近5年間の防衛予算を、総額でおよそ43兆円規模に拡大することに着手、2年目にあたる2024年度分も大きく増加させた。この5年間で総額およそ43兆円という防衛予算の規模は、従来まで不分率として日本の政治上で扱われていた対 GDP 比で約 1% を目安とするという目標を倍の約 2% にまで引き上げることを期としている。軍事費を対 GDP 比で約 2% を目安とする指標は、ヨーロッパの NATO 加盟国も目標に置いている数値であり、日本もこれに習ったと見る向きも多いが、単純にこれまでの倍額に相当するというわけでもない。というもの、岸田政権が掲げる防衛予算額を対 GDP 比で 2% とする目標の中には、陸海空の3自衛隊に加えて、海上保安庁の予算も包括したものとなっており、従来の自衛隊のみのものとは単純比較できない側面もある。それでも、太平洋戦争後で最も悪化していると懸念されている日本の周囲の安全保障環境の現実を鑑みれば、増加の方向に舵を切ったことには変わりがなくなく、個人的には一定の評価を受けて叱るべきではないかと感じる。これまでの太平洋戦争後の日本の防衛予算案は、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との冷戦構造が、前者の自然崩壊によって終わりを迎えたことを反映し、明らかな減少基調で推移してきた点は否めない事実であった。それに伴い、多数の日本の防衛関連に従事していた企業が、その分野からの撤退を行っており、正直防衛装備品の供給に関与することは、企業の業績から判断すれば、利幅の薄い、ビジネス面では、利点の少ない分野と言えた。そのため、日本の防衛装備品の供給元として、それでも名を連ねてきた企業の多くは、ビジネス上の採算、利益率は多くとも、売上の2から3% という現実を甘んじて受け入れ、国防を担う責任感から継続をしてきたと見てよいだろう。こうした日本の防衛装備品の業界を支えてきた企業として最も著名であるのは、間違いなく三菱重工業者であると思われるが、キレに次ぐ2番手の規模とシェアを堅持しているのが川崎重工業者である。ただし、防衛装備品に限定せず、企業としての売上規模という観点から見た場合、日本の防衛装備品の供給元企業は、売上高約5兆円の三菱電機社が、首位、2位が、同約 4.2 兆円の三菱重工業者、3位が、約 3.9 兆円のダイキン工業者となっている。続いて、4位が、同 3.7 兆円の富士通、5位が、同約 3.3 兆円の日本電機、6位が、同約 1.7 兆円の川崎重工業者となっており、これに、7位で同約 1.3 兆円の IHI 社、8位が、同約 2.4 千億円の日本製鉄所社、9位が、
同約 2.2 千億円の新名和工業社、10位が、同約 2.1 千億円のヒアブラ社と続く。今回ご紹介したいのは、全体の売上で約 1.7 兆円を計上している川崎重工業社で、同社は、陸上自衛隊向けに、偵察用のオートバイや、回転翼機の CH-47、海上自衛隊向けに、対迎型潜水艦や追潜哨戒機の固定翼機 P-1、航空自衛隊向けに、輸送用の固定翼機 C-2 を供給している。川崎重工業社は、前述した三菱重工業社、IHI 社と並んで、日本の重工業の一角をなす代表的企業の一つであり、民生品の分野では、二輪車、オートバイや水上オートバイ、また、鉄道用の車両の製造等でも、広く、その名を知られている。全くの個人的な余談だが、川崎重工業社の大型オートバイは、トム・クルーズ主演の人気アクション映画、トップガンシリーズでも、主人公の愛車として疾走するシーンが印象的で、戦闘機パイロットの普段の足としての存在感がよく表現されていたと感じる。川崎重工業社の起こりは、古く、1878年の川崎築地造船所の設立まで遡り、鹿児島の出身の川崎正造が、当時の薩摩藩の御用商であった山木屋への勤務を経て、大阪で船舶を用いた貿易商として起業したことに端を発する。以後、造船業から、鉄道の機関車や旅客車の製造に乗り出し、航空機の製造技場にまで業用を拡張、現在に続く川崎重工業社としての基礎を築き、太平洋戦争を挟んで日本を代表する重工業企業として今日に至っている。現在の川崎重工業社は事業部門制度を敷いており、同社ホームページ上の記載によれば、川崎車両株式会社が鉄道車両製造を手掛け、日本の神戸のみならずアメリカにも、2カ所に工場を構え、日本における同分野のリーディングカンパニーとなっている。続く事業部門として航空宇宙システムカンパニーがあり、ここでは、前述した自衛隊向けに、対潜哨戒機の固定翼機 P-1、輸送用の固定翼機 C-2 等の製造を担うほか、日本における回転翼機のシェアでも、首位の地位を占めている。この航空宇宙システムカンパニーでは、完成品としての各種の固定翼機、回転翼機の製造に止まらず、民間の旅客機用のターボファンエンジンや回転翼機用のターボシャフトエンジンの製造も手掛けている。次に、エネルギーソリューション&マリンカンパニーという事業部門は、エネルギー、プラント、専用推進、船舶海洋という4つのディビジョンから構成され、船舶海洋ディビジョンにおいて潜水艦建造を担当している。そして、川崎モータース株式会社が、同社内で唯一となる一般ユーザーへの製品の提供を行っている事業部門であり、主として、オートバイ等の二輪車や、レジャー用途の四輪のバギー等の製造を行っている。最後の事業部が精密機械ロボットカンパニーであり、ここでは、建設機器、産業機器、および船舶用の油圧機器である、ポンプやモーター等や、これらを一体化させた装置を製造。また、各種の生産工場向けに、各種の産業用ロボットを提供している。川崎重工業社では、2023年度の第3四半期までの累計においては、パワースポーツ&エンジン事業が約 33%、航空宇宙システムとエネルギーソリューション&マリン事業が約 19%、精密機械・ロボット事業が約 13%、車両事業が約 11% の売上を占めている。日本の防衛装備品の調達価格で見た場合、最新鋭の対迎型潜水艦の2番艦で、2023年3月に収益を果たした枠芸は、1隻でおよそ720億円、対潜哨戒機の固定翼機 P-1 は、1機でおよそ150億円と決して安価ではない。しかし、川崎重工業社の企業としての売上の内訳を見ると、枠芸を含むエネルギーソリューション&マリン事業や P-1 を含む航空宇宙システム事業よりも、オートバイを中心とするパワースポーツ&エンジン事業に比重が大きいことがわかる。冒頭で述べたように、日本の防衛予算案は、
昨今の安全保障環境の悪化を反映して増額基調に変化しているが、例えば、川崎重工業者の P1 などは、無人航空機による任務の一部移管も加わり、2023年度予算までの累計調達数は、45機と減少傾向にある。川崎重工業者では、現在の防衛予算案の総額の拡大を受け、防衛装備品としての自社の売上規模も拡大する予測を行っているが、額面のみならず、採算上からも、現行の 2-3% という水準が、予測通りの 10% ほどに上昇することを願ってやまない。